どうも、シェンシェンです。今回はね、チャージ系武器の超強化ということでね、最強になってたんで、それを紹介していきたいと思います。チャージ系武器、なんか、アイテムを詰めるとね、ちょっと強化される武器のことなんですけど、今ね、持ってるランページとセンチネルがそうですね。チャージ系武器です。チャージ武器。まずランページはテレミットを詰めますね。センチネルはギルドセルを詰めますね。この2つの超強化って話なんですけど、何が強化されたか、移動速度が上がってますね。前はチャージゆっくりだったんですよ。それか走りのゆっくりチャージだったんですよ。どうしてもなんか歩っちゃうっていう、チャージしようとすると。けど、何が強化入ったか、走りながらチャージすると、こうやってね、走ったままチャージできるようになりましたね。これやばくないですか。これこうやって奥端はいけたんですよ、昔から。興奮剤刺さないといけなかったんですけど、奥端は走れました、チャージしながら。だけど他のキャラクターでやろうとすると、どうしても歩き状態になってしまってたんですけど、それがね、今回のアップデで修正されてますね。サイレントパッチですね、どう考えても。これは全然そんな書いてなかった気がする。ちょっとセンチネルがちょっと弱体化入ってますね。でもこのチャージなんですけど、なんか長い、この表記と違って。ラインってやっちゃうと消えますね、狙っちゃったりすると。じゃなくって、しっかり待たないといけない。いきますよ、ジャイン、溜まった。で、狙わないといけないんで、ちょっとここは弱いかなっていうところなんですけど、でも、そこら辺を、なんかそこら辺デメリットがあったとしても、やっぱ走りながらチャージできるっていうのが結構えげつないですね。センチネルに関しては、どうしても今詰めてるから待ってみたいな多分状況がかなりあったと思うんですよ。奥端じゃない限りは、今連れてるからちょっと待ってみたいな、ちょっとチャージしてるからみんなちょっと待ってくれみたいになってたと思うんですけど、今度からそうはなれないっていう。でさっきちょっと今見せちゃったんですけど、チャージしながら走ると切れます。ランページもチャージしながら走ると切れます。でも走りながらのチャージは切れないんですね。でこれを利用して、割った味方が詰めてる、 OK っつってこう詰めながらね、チャージか、チャージしながら詰められますね、敵に。こんな感じで、これ超強い。センチネルはそんなにやんないか。でも詰めながらチャージするってことは多分あんまないと思うんですけど、ランページ多分めっちゃあるんじゃないですかね。例えばドアがあったとするじゃないですか。チャージ状態ってドア破壊できるんですけど、ドアがあった時に、敵がね、ドアロック勝負しようとしてる時ですね。前はさ、どっちかというとこうさ、近づいてここから多分チャージしてたと思うんですよ。そうしないと、こういうとこでチャージし始めちゃうと、こうやってゆっくりになっちゃうから、ワンチャン殺されちゃうということがあったと思うんですけど、今はチャージしながらこうやってね、近づけるんで、前と違って1秒ぐらいは早いっす。これ結構でかい変更ですね。いやー、なんかね、なんでこんなことできるようになってるのかなって思うんですけど、謎です。バグなんかね、なんか走れるようになってますね。ありがたいのか、それともこれが弱体化するための第一歩目ということなのか、ちょっとよくわかんないんですけど、ぜひね、これちょっと利用してみてください。もしかしたらね、めちゃくちゃ有利に立ち回れるかもしれないですね、この走りチャージ。前できなかったからね、こんなん。チャージしながら走ると消えるっていうのは前から同じなんだけど、走りながらチャージは前はできなかったんで、これめちゃくちゃ強いですね、正直。ぜひ試してみてください。俺はランページあんま使わないんで、なんともいないんですけど、だからそもそもテレミットあんま持たないんで、使わないんですけど、ぜひ使う方はちょっとね、試してみてください。もしかしたら、今最強武器はランページかもしれないです。ということでね、見てくれた方ありがとうございます。今回はチャージ系武器が最強になったっていう話でしたね。走りながらチャージできるようになってます。奥端以外でね。チャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。お疲れ様です。じゃっ。
またねー。